はいみなさんこんにちはレック専任講師の早川と言いますはいそれではですね年金アドバイザーの季節になってきましたけれども年金アドバイザーの産休試験の受験対策講座ただいまよりガイダンスを始めたいと思いますよろしくお願いいたしますはいえっとそれではですねちょっとプレゼンターの方を見ていただきたいんですけどまあ今からねご案内するのが ええ、二千十九年十月検定向けえ銀行業務検定試験え年金アドバイザー三級の受験対策講座えこちらの説明をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、でこのえっと年金アドバイザーの試験なんですけども、え今あのえ銀行業務検定試験って書いてありますよね。 もともとは銀行の方が受ける試験だったんですね銀行に勤めているとスキルアップのためにいろんなこの銀行業務に関する試験があるんですけれども皆さんね銀行での知識を働く上での知識をねスキルアップさせていくためにこういった試験を受けるんですけど例えば年金なんかでは窓口での年金の相談業務みたいのがあるんですけれどもこういうのをね丁寧にやっていくと。 え、例えば年金の受け取り口座を。まあそこの銀行にしてくれるとかね。まあこういったあのメリットがあるんですが、まあ現在はこのこちらの試験ですね。えと、銀行員さんだけじゃなくて、いろんな金融機関で勤めてる人やま、あの郵便局に勤めてる人とかも受けますし、現在はね。その他の人が結構受けているんですね。でま、やっぱりあの年金に関しての知識を身につけたいという人と。 あとやっぱ社労士をこれから社労士の受験を考えている人がやっぱり産休ですとねいろいろ基本的なことを学んでいくんですが、まあ、社老子試験のの年金科目いいうのは非常に難しいんですよねでみんな頭を悩ませている人が多いと思うんですけれども年金科目は配点も高いところから、まあ、国民年金厚生年金だけで、まあ、20問択一式っていうんであるんですけれども。 あの普通の法律でこうアプローチしてくるんじゃなくてえ年金アドバイザーの試験は実務の試験ですから普通に交わされるような言葉でえ講義も進めていきます、まあ、相談ベースなんですね。えー、ですのでこうまああの身につきやすすいっていうのがありますそれであの社老子受験のの年金の苦手意識を克服しよううといい人もいますでまあ今回はえ3級だけなんですけれどもまあ3月の検定なんかは2級3級もありましてまあ2級っていうのがまあ一番高い試験なんですけどこれが いろいろとこう計算があったりとか、まあ期日でいろいろ文章を書いたりっていう,こうハイレベルな試験になっていくんですけど、これだとも社労士さんを取ってからという人もいますね。ですから、えー、ここの名前のところにまあ銀行業務検定試験とは書いてありますけれども、えー、銀行員さんじゃない方でもあのー、もう年金に興味のある方ね、えー、誰でもあの受けていただけるということになります。まあ今年金というのはここね人生百歳時代への ライフプランの内々に今こそ年金アドバイザーというふうに書いてありますよね。あの年金というのは何かというと。まあ、あの一般的には、えー、老後の保障というふうに考えられていますね。だ、普段働いてる時、若い時に保険料というのを払いますね。で、保険料を払っていてで、老後になったらまあ、現在は65歳ですけど、65歳になったらその生活の保障としてまあ、年金をもらうと。 ね、えー、そういうふうに、えーまあ、考えられていますただこれね、あの積み立てていくんじゃないんですよねあの貯金みたいに積み立てていくんじゃなくて世代間の扶養という考え方です世代間つまり働いてる人たち若い世代が保険料を払うことによって老後の世代の人を扶養していくというね、えー、そういう考えですだから若い時は今の上の世代の人たちを扶養していく今65歳以上の人というのが まああの人口のおよそ四分の一ですね。この人たちを働いている人たちでまあ支えていくという考え方ですね。ただし自分たちが今度は六十五歳になったら現在働いている若い世代の人に支えてもらう。これが世代間の扶養というふうに言います。まああの年金の考え方はそうなんですけどね。ただじゃあ老後の時だけのためなのかということではなくて。 えー、例えば働いている時、まあ、自営業者でも会社員でも、えー、一定の障害になって働けなくなってしまったら、えー、障害の年金もあるまた、えー、全員ではないんですけれども自分が亡くなって一定の要求を満たしていれば残された遺族の生活保障としての遺族年金もあるまた年金というのはあの社会保障の一つなんですね。 まあ社会保障というのは何かというと我々こう日本人ねまあ国民の生活これを守るえ要するに憲法で私たちは最低限の生活っていうのができるようにこう保障されていますよねまあ生存権というのがあるんですけどその中でのまあ一つの社会保障の中の社会会保保のの中険なんですねえいつ何があってもいいように普段保険料を払っていて今言った年金の場合ですとえ老後と あとは障害になった時あとは、えー、遺族のため、えー、これの生活保障ね、だ、えー、社会保障の一環でもあります、えー。ただしね、年金というのは非常に難しい、えー、仕組みが難しいんですよね。あの年金を学ばないとわからないこともあるんですね、えー。一般的に年金というのは国民年金と厚生年金に分かれていますけれども、えー、国民年金はまあ自営業者の方でいわゆる 被用者ではない方です。勤め人ではない方ですよね。えー、で、厚生年金は、えー、勤め人の方、被用者の方、会社員や、えー、あとは公務員さんが厚生年金です。ね。で、えー、会社にいるとまあ給料明細から、えー、厚生年金の保険料が引かれてると思うんですね。だからまああのー、自営業者は国民年金、えー、働いているこあの勤め人ですね。えー 会社員さんや公務員さんは厚生年金そう思われてます。まあそれで正しいんですけれどもね。実際年金を学んでいくとそうじゃないんですね。今、えー、日本にね住んでいれば日本国内に住んでいればまあ二十歳以上になればみんな国民年金の対象なんです。ね。で保険料を払う人のことをまあ非保険者っていうんですね。あの非保険者っていうのは普段保険料を払っていて、えー、その給付自由が生じたときに老齢になったり障害になったり えー、死亡したりそういう時に給付がもらえる人たちなんですねで、この被保険者なんですけれども今言ったように、えー、自営業者は国民年金の被保険者で、えー、勤め人の人は厚生年金の被保険者これが一般的な考えだって今言いましたけれどもこれ実際年金を学んでいくと違うんですねさっきも言いましたけど、えー、日本国内に住んでいれば20歳以上の人はみんな国民年金に加入してるんですね。それで 会社員さんやいわゆる厚生年金の人だと思われている人たちは国民年金と厚生年金に両方加入しているっていうのはこれが正解なんですだから老後になると老齢の基礎年金という国民年金側と老齢の厚生年金という厚生年金側これが両方もらえるんですね結局年金のアドバイザーと言って相談されて答えることになっていくとそれを知らないとそういうのが金額とか 支給要件と言ってどうやったらもらえるのかっていうのに関わってくる。年金アドバイザーの講座ではそういうことを勉強していきたいと思います。また年金というのは請求主義なんですね。つまり権利があっても請求しないともらえないんです。だから知らないともらい損をしてしまいます。そういった時に、えー、ね年金の知識を背に精通したアドバイザーがいれば人の役に立てるというわけですよね。はい。 それでは講座の案内をしていきたいと思いますのでこちらのプレゼンターの方を見てくださいはいここに書いてありますけれどもね2019年10月検定向け銀行業務検定試験年金アドバイザー3級受験対策講座ということですはい今タイトルがここにまあここにねキャッチコピーが書いてあります人生100歳時代へのライフプランの案内に今こそ年金アドバイザーと書いてありますけれども 人生100歳例えば65歳から年金をもらい始めて35年あるんですね人生の、まあ、第二の人生も今長くなっていますそこでゆとりある生活をしていくためにやはり、ね、年金アドバイザーというのが、まあ、これからはあの世の中に必要とされる時代なんじゃないかなと思いますね。まあ、今アドバイザーさんがこういうふういふにお二人 まあこの人たちは将来の年金のことを多分まあライフプランも含めて、えー、相談をしてるんでしょうけれどもね。であとねここにね FP 継続教育研修指定講座にもなってますので、ねえー、フィナンシャルプランナーを持ってる,なんか、えー、持ってる人なんかにも、えー、おすすめです。ね、はいじゃあ、えー、これですね、えー、このパンフレットなんですけれども、えー、トレックの、えー、窓口に行けば、えー、置いてあります。 そのうちあのネットでも出ますのでデジタルパンフレットみたいんであの見れるようになってますねはいでここまあ今開きながらまあだの試験の概要や試験日それからこの講座ですね講座の内容がどうなっているのかというねことを説明していきたいと思いますはいじゃあまずページを開いていきますけれどもまずはこの試験がいつ行われるのかとか そうういえーとですねえー、このパンフレットだ2ページになってるんですけどまあ皆さんまだ持ってないでしょうからここを見ていってくださいね、えー、まず最初ね「年金アドバイザー、えー、サンキュ級」って書いてありますけどすみませんねえー、とここに「社労士合格を目指す方の必須アイテム」って書いてありますね。 えっとですね別にあの社労試験受けなくても今銀行にお勤めの方ね、えー、でもあのもちろん銀行業務検定ですから本数じゃそっちですからねあとは金融機関で年金に携わる方ねはいえー、とそれからですねまああの役所の窓口で年金に携わる方、ね、年金のスキルを知識を身につけたい方はもう皆さん受けてほしいなと思います。もちろん 社労士の合格を目指しとも年金対策という形でま受けてほしいなと思いますね。あの年金アドバイザー3級というねこの肩書きを持つってこともいいとは思うんですけどもそれだけではなくてやっぱりこの講座を通して年金のやっぱ知識をちゃんと身につけてほしいと思いますね。三級ですと試験はマークシートで行われますのであの。 ままあああるる程度の過去問題を回しししてていれれれば取れてしまうこともあるかもかなんですねただしそうではなくてやっぱりちゃんとしたこの年金相談にも対応できるし社労士の資格を目指している人はやっぱり実務としていろんな年金はどのくらいもらえるのかとかどうしたら得なんだとかどういう要件があればもらえるのかとかそういった人から聞かれた時に対応してほしいなと思います。ねはい えとまた話が横に行きましたので、じゃあ3級の試験のご案内をしていきます。ちょっと拡大します。はい、じゃあまずここを見ると、えっ、ー、とまずま本来の目的がここですね、えー、障害窓口の担当者等を対象に、え顧客からの年金相談に応じるための基本的知識と実践的応用力について、えその習得程度を、えー、こ,こですね測定しますって書いてありますよね。だから年金のいろんな 基本的な知識があります保険料がいくらだとか国民年金だったら、えー、払えない時は免除制度があるじゃあそうすると将来はどうなるのか何年、えー、加入して払っていれば将来的に年金がもらえるのか、えー、まあそういうねいろんな基本的な知識あの窓口に来る人はいろいろ聞いてきますよね。で実践的応用力っていうのは何かというと、えー、この人は何歳から何歳まで ね、国民年金と厚生年金両方に加入していたんですけど、まあ、将来的には、えー、年金がどのくらいもらえるんだろうかとかあの障害の年金とかあの遺族の年金というのは何年払ってたかというんではなくてじゃあこの人の人生でじゃ滞納もある時期もあったんですけれどもだからといって負けもらえないわけではなくてそれでもちゃんと要求を満たす場合はあるんですね。えー、そういったここは 人の人生を振り返りながら、あのー、この人だったらどうなんだろうとかね、えー、そういったあの基本的な問題と応用的な問題が出るんですね。でここには基本的知識と、えー、実践的応用力についてその習得程度を測定しますというふうに、えー、書いてありますもともとはね銀行の窓口なんかで相談に応じているとんじゃあまあ65になってもらえるようになったら。 まあ銀行の受け取り口座っていうのがありますからじゃあここに、ねえー、せっかくいろいろ相談に乗ってくれたんだからこの銀行さんに受け取り口座にしようとか、ねまあ、そういった口座獲得にもなりますし、まあ、銀行の窓口さんだけじゃないんですよね。いろんな金融機関や保険会社に勤めてる人も、まあ、将来のまあ年金型の保険とかもありますでもそれだけではなくて公的な年金がどうなのかってことになってると結局は人の役に立てるということですよね。はい えー、それではまたこちらに戻しまして、えー、っとで、ね、いつからかというと2019年の10月27日、えー、日曜日に行われます、えー、実施の時間は、えー、10時から12時30分ということになってますねはい、大事なのはこれ、えー、申し込み受付時間2019年の8月20日間9時から2019年9月19日の 23時30分までこれはあのネットで申し込む時間ですからこうなってるんですけど実際はそのネットじゃない場合もうちょっと早くしないといけないのでね、まあ、詳しいことはここのえ銀行業務検定協会のホームページをえー見てください。言いたいことはどういうことかというと忘れないいいででくださいねととうことですあの受けたい方はですよあの実際レップのねこの私の講座を <laughs> 受けてくれるんですけれども。 こっちの申し込みを忘れていたというのが何年かにいっぺんにいるんですよ二年にいっぺんぐらいいるんですねあのでそういう人に限って一生懸命勉強してるんですよね、まあ、会社の仕事が忙しかったかとかそういうことで忘れてたっていう人がいてでもちゃんと口座が来てくれるんですよね <laughs> もったいないですよね、はい、だからこの、まあ、とにかく申し込みを忘れないまだ受けたいんだったら申し込みを忘れないでくださいという,いうことですね はい、えー、っとですね。あのー、三月の検定だと、ちょっとお正月が絡んでくるので。まあ、それで忘れる人は結構多いんですけど。まあ、今回八月二十日ですからね、お盆休みは終わってますから。まあ、そうそう、今回は忘れる人はいないのかなと思うんですが。まあ、ちょっとここは。くどく言ってきますね。あの <laughs>。はい。だ、もうね、八月中には申し込まなきゃなっていうふうに思ってくださいね。えー、受験料が。え、四千三百。二十円になります。で、つい形式が。 ここに「五等択一50問」で、えー、事例令五等択一式が、えー、10事例で20問っていうのがあるんですけどまああのねこっちは子のは五試択一の問題でこれ両方ともマクシードです。ね、でこっちは基本知識ですねで、まあ、各2点30問で60点満点でこっちが難しいんですね。 はい、えー、とここは事例形式で、えー、先ほどのようにこの人は何年から何年まで自営業をやっていてとか何年から何年まで会社員をやっていてとかで今ねあの国民年金は二十歳になって学生でももう払わなきゃいけないので、えー、そうすると、えー、学生の特例の免除を受けていて、えー、就職したら会社員をやっていてでいくつからは自営業になって、まあ、払ってない時期も何年かありましたよみたいなことになるとこの人の年金はいくらでしょうかみたいなね、えー、こういった事例問題です。 これが十個の事例で、一、えー、個の事例に関して、二、えー、つ問題がありますので、えー、まあ、二十問ですね。で、まあ、四十点満点、で、合計で六十点満点ですね。はい、それが今、ここに書いてあります。えー、基本知識、五等択一式、三十問、えー、技能応用事例、いわゆる、これが事例問題と言われるやつで、えー、これが二十問、合計五十問です。二、えー、点満、各科目、各。 え問題が2点ですから結局は100点満点ですね。はい、で、まあ、先に言っちゃいますあの60点以上、ねあのー、目安としては60%以上ですから60点以上が、まあ、合格ラインという形になります、ねはい。でどんなことが出るかっていうとえ我が国の社会保険制度とその仕組みっていうふうにねこれね結構重要なんですよ。あのーまあ 歴史から入っていくんですね。えー、どこどこ、こういう年金から、繊維さんの年金から始まって。で、その歴史の節目節目ごとに改正が行われ。まあ、後で時間があったら、ちょっと言いたいと思うんですけど。そこで、制度が変わっていくんですね。だから、年金っていうのは。まあ、最初から言っちゃうとね、えっ、ー、と、昭和の十四年。えー、繊維保険っていうのが制定されて。え、十五年に、あのー、施行されたんですけど、最初は。 船員さんの社会保障を作ろうね。えー、船員さんというのはその頃戦争の物資を海外に運ぶ日本では必要な存在だったんですですから年金だけじゃなくて年金と医療と失業とねあとは仕事中の怪我に関して、えー、総合型の保険を作ったのが船員保険でそこから始まっていたんですねでそこからああのー、まあ、厚生年金の前身であるものができたり えー、それから今度は自営業者や、えー、無職の方の年金がなかったんで最終的には36年に昭和の36年に国民年金が完全に、まあ、スタートしたとかね。で先ほどちょっと言ったんですけど当時は国民年金と厚生年金が完全に別々だったんですけど61年になってくると、まあ、日本国民みんなは国民年金にまず入って上乗せで厚生年金に入るとかね、まあ、そういうふうに変わっていくとその都度改正が行われて。 仕組みが変わっていくんですよだから、えー、日本の社会保険制度の変遷っていうのは年金の変遷であり、えー、それでそが主でありそこから、あのー、年金の仕組みが変わっていくんですねだからここのまずは歴史と仕組みやでそれを今度は年金制度がどういう複雑な仕組みになってますからっていうねといってもね基本押さえちゃえば楽なんですよね。えー、やります えそれから年金の給付の種類と支給要件というのは老齢の年金だったら何年間加入していればいいのかいくらぐらいもらえるのかねえ障害だったらどういう要件があればもらえるのかまあ障害つても軽い障害じゃ無理ですからまあ国民年金がまあほんと基礎年金いう言い方をするんですけどこれだったら1級と2級でえ厚生年金だったら3級までありますし金額はどうやって決めてますよとかね。 亡くなった場合の遺族の年金はこういう要件ですよっていうね、えー、こういった年金の種類と支給要件まだね他にもいろいろあるんですよね年金金とか一時金でもももらえたりりすするものもあります、えー、それから企業年金個人年金の仕組みの要点ね今確定拠出年金や等、えー、確定の給付年金とかありますけど確定拠出年金はね今 iDeCo っていうのがありますよね。 であと、ね、ちょっとね実務的なことで最低請求手続きと年金受給者の手続きっていうのに年金をもらうため、ね、先ほど年金は請求主義だと言いましたけど、えー、これね最低請求書の書き方細かく細かくやるわけではなく、まあ、マークシートですからね、えー、このくらいになると最低請求書が送られてきてどうするかとかそういう話をしていきます。 で年金受給者の手続きは年金のね受給者ってつくともうもらってる人なんですね、えー、この人たちが、えー、口座を変えたり、えー、あとはあの住所とかを氏名を変えると、まあ、どういう手続きがあるのかとかでそういうことをね、えーまあ、今内容としてはこういうことをやっていく形ですね。はい、60点以上っていうのはもう言いましたので試験時間は150分で、えーまあ、こういう形になってきます。 はい、えー、持ち込み品、まあ、ここまでは今言う必要ないのかなと思うんですけどまあ受験票は絶対持ってってくださいね。はい、あとは読み分かりますけどあと電卓です。ね電卓が持ち込みかになってますね。えー、というので、あのー、電卓を忘れないでくださいね。はい、えー、もう一回しつこいですがえー、っと。 実施の日時は2019年10月2 1日で申し込み期限が2019年8月20日から2019年9月10日になっていますので郵送の場合とかはもう10日が失着ですからその前ですね8月中にはちゃんとあのもう終わらせてほしいなというふうに思います。はいえということですね。それではですね,えとね今電卓の話が出ましたけれども。 あのー、2級なんかだとかなり計算要素が多くもう計算式も書かされて電卓をもうカチャ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 やっていくんですけど、えー、3級だとねマークシートですから言ってしまえば別に電卓がなくてもできるんですよ。それじゃ何の意味もなく、あのー、ちゃんと電卓を使ってある程度計算をしていくっていうね、えー、練習も、あのー、講義の中ではしていきたいっていうのと実際なくてもできるってなくても答えれるだけですから。 なければ、やっぱ世界は導き出せないので <laughs>、あのね。あの、二級ほど計算要素は少ないにしても、人に説明するときに、こういうふうに計算するんですよというふうに。大体こんくらいですよというのは、言えたほうがいいので、やっぱり、あの、年金どうやって計算していくのかっていう計算式も。身につけてほしいなというふうに思います。はい。それではですね、えっと、ちょっとプレゼンターに戻るんですけれども、えっと。ごめんなさい。ここにね。 年金アドバイザー3級試験は社労士合格を目指す方の必須アイテムですって書いてありますけどこれレックではねあの社労士の年金対策としてえこの年金アドバイザーの試験をまあ強く強く推しています。それはなぜかというとね年金が最近ね国民年金も厚生年金も。前はね社労士の試験っていうのはある程度暗記して過去問をやってるとできたんですけど今そうじゃなくて。 まあこの人のこういう人は遺族の厚生年金が出るのかとかそういうその人の人生をこう振り返ってこういう要件の人はえじゃあ年金がいくつからもらえるのかとかえとそういったこう結構文章の長い問題が出てくるんですよね。これっていうのは頭の中でその年金の知識を応用させていく訓練をしていかなきゃいけないんで暗記だけじゃできない試験なんですね。でも年金アドバイザーの試験っていうのは今言ったように応用問題がありますね。これで訓練していくと あのまずはそういう社労士の試験にも対応できるですね、まあ、あのもしかして事例の問題であれば社労士の試験よりも年金アドバイザーの試験の方が難しいかもしれませんだからもうそういうのをちゃんと特訓しておくっていうことです。ももうう一つは、えー、どうしても ね社労士の試験というのは国家試験ですね。で、やっぱ法律の試験ですから法律用語でアプローチをしていくんです。まあ、試験がそうなってるんですからね。教える方もそうなってるし、覚える方もそうなっています。でも年金アドバイドの試験はそうじゃないんですね。業務検定、銀行業務検定って言ってますから、これ実務の試験です。ですから普段の普通の場所でこれから年金をもらいたいような人をもらうね年になる人を相手にしていくわけですから、あのある程度相手にわかる言葉で教えていかなきゃいけないわけです。 そうすると私たち講義をする方もやっぱり相談ベースなんですね。相談されたらこういうふうに答えようということで、ある程度の言葉があの社労士の試験みたいに法律の言葉ではなく実務の言葉に変わって、普段交わされる言葉に変わっていきます。ですから勉強している皆さんもあの身につきやすいんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、だから、えー、社労士をね狙う方というのはあのー、まあぜひ年金対策として 年金アドバイザーの3級の級試験も一緒にやってほしいいな,なと思います、ね、あの社労士受験する方は2級はちょっとレベルが高すぎるので、えー、まずは3級で社労士に合格してそれから合格したらねもうこれから自分は年金の専門の社労士になりたいんだっていうのでは合格した後は2級を目指してほしいと思うんですけど、まあ、今回の検定はちょっと2級がないので社、ね、はい、えーまあ、社同士を受けるたい人受けたいともぜひ チャレンジしてほしいなと思う試験ではあります。はい。じゃあえっ、ー、とまたここのプレゼンターの次のページを見ていきますけれども、講座の内容がどうなっとかっていうことをまずは説明していきたいと思います。えっとですね、まず講座内容が後でまた確認しますけれども、えっ、ー、と通信とあの通信とあとは生講義っていうのがあるんですけれども。 まあ、生は、えー、と大阪と、まあ、東京であれば水道橋でやるんですが、まあ、あのこれ全国の方ね、えー、年金アドバイザーの試験を受けたい人がいますから、えー、とウェブという形もありますで DVD もありますであとあの生で受けた人には必ず DVD フォローがついています。ね、で例えば生で受けて DVD フォローをつけたからといって値段が上がるかっつったらそうじゃないんです。例えば生で受けて ウェーブで受けてプラスアルファウェーブ料金取られる方はそうじゃないですね値段一緒ですから通信だけで取る人と、えー、生プラスウェーブで取る人では値段一緒です、ね、ただその通信の媒体がウェーブにするのか DVD にするのかではちょっと値段分かってきますで、後でそれはちゃんと見ますからねで、何が言いたいかというとあのー、最初にやる年金の仕組み講座っていうのがウェーブ事項のみなんですよ <laughs> つまりここが本編なんです 級合格講座がが回回ああります時間が6回あるんですね今ちょっとこれが全体像でねでここは生でも撮れるしウェーブでも撮れるし DVD でも撮れるんですけど、えー、この仕組み講座だけはウェーブになりますからこれが1.5時間ですね。でこれがちょっと基本的な仕組みを学んだ後に3級、えー、合格講座6回っていうのがここにあってでちょっと試験問題を見据えた通れんっていうのが2回あるっていう形になります。 えここをちょっと細かく見ていくと、まずは年金の仕組み講座、ここはウェブ授講のみですね。えー、ここが1.5時間です。えー、とですね、ちょっとまあこの本編6回に入る前に年金の仕組みをまず学んでいく。これがどういうことかというと、ちょっとここのねプレゼンターの4ページなんですけど、この内容ちょっといくとね、えー、まず年金制度全体のイメージをつかんでください。 年金を理解するためには、初期の学習でつまずかないことが肝心です。特に、昭和三十六年四月、居、えー、室制国民年金の制度の発足。と、六十一年四月、基礎年金、二回建て年金の改正内容が気になります。えー、この二回二つの三十六年四月と六十一年四月で、えー、制度がすごい。改正されているので、仕組みを知るためには、えー、この歴史をあの知っていくということが、ね、大事になるんです。 えこれを知れば全くゼロから学習する方でもスムーズに学習を進めていくという形になりますね。まあ、今何のことかよくわからないとは思うんですがちょっとこの後時間があったらそこも簡単にしたいんですが今ちょっと講座内容全部説明したいんでね。はい、だからまずはじゃあ歴史と簡単なこの36年と61年4月改正の仕組みを習うことである程度イメージが解けあの全体イメージがつかめるようになってるんですね。だこれをまずは年金の仕組み講座でやっていきたいと思います。そして 時間6回ね、ここは、えー、テキストを使った、えー、インプットの講義とあとは、えー、問題集を使った、あのー、事例問題を使いますね。事例問題を使った、えー、そうやってどうやって解いていくのかっていう実践的なものを6回でやっていきます。こ、えー、ここがねこの パンフレットだとここに書いてあるんですけども、年金アドバイザー3級講座全6回っていうね、初めて年金を学習する方から社内お試実験のための年金学習のあのこれ別に聞いてるだけでいいですからね。ここ別に目を追わなくていいです。私の <laughs> ね話を聞くだけで年金学習の経験者まで幅広く対応できる講座です。 えー、年金制度の仕組みから丁寧に講義するため初めて学習する方でも十分理解することができ合格することができます。はい、で、えーまあ、この下に書いてあるんですけどさらにってとこを見ると「老齢年金障害年金遺族年金の支給要件どうやったらもらえるのか」や「年金額の計算」についてねえー、ここです「図解たっぷりのオリジナルテキストを用いてインプットしていきます」と。いうのががあるるんんでですすけれども今ちょっっと持ってるんですが えーとこういうふうに何かを説明するためにえこう図解を結構使っていきますのでねイメージをしやすいようにしていきますね。こでこの後にえっとですね「インプットします」の後に講義全体の,あの半分程度を事例問題の解説に えー、割くため丸暗記の年金学習から脱却することができ年金学習の面白さと奥深さを体験していただくことができますね。まあ何が言いたいかというと、えっ、ー、と事例問題を使ってどういうふうに解いていくかっていうのを見ます。そうするとね自動的にこの人は何歳まで、えー、公務員をやっていたこの人は何歳まで、えー、会社員をやっていたで自営業を何年やっていた何年 えー、年金を払っていた何年免除していた何年払ってない時期があったとかねこういうことであ年金どのくらいもらえるのかな計算するとどのくらいなんだろうかなっていうところね、まあ、実際計算式をやって答えを出して書くってことはしないんですマークシートになっってていいるからそこかららそ正しい式をやっていくんですが講義のの中ではある程度の計,あ計算方法を教えていきますそうすると実際に、ね、この人の年金いくらなんだって自分がこう計算できてしまったりするとああ あの人に喜ばれるなっていう風な感覚にも陥っていくんですね。だからここはもう暗記だけの世界ではなく、ちゃんとしたこの実践力をつけるためのようなインプットのテキストを使ったインプットの講義と、それからえアウトプットっていうかあの問題演習を通じでのあの講義をやっていきますね。はい。でこの時にですね、あの問題集なんですけど。 あの本屋で売ってますけど買わないでくださいねあのこっちでちゃんとつけますから、ね、あの皆さんが買うのは電電、あのー、電卓卓、はい、卓だだだだけけけででですすす鉛筆ととかちゃんと買ってくださいね問題集とか自分で買わなくていいですから全部こっちについてますので、ね、そこだけ気をつけてください全部フォローできるようになってますから電卓持ってますよね あのスマホの音かダメですからねあのちゃんとした電気屋で1,000円ぐらいで売ってますのでちゃんとした電卓買ってきてくださいねあのでっかいのいらないですからねはい、まあとでパンフレット見てくださいね、あのーまあ、こういう電卓は多分もうハイクオリティなものすごいいろんな計算がいろんな機能がついちゃってるのをダメっていうのはあるんですけど普通の電卓であれば大丈夫ですから、ね、1,000円ぐらいでいいですからねはいえー、とそれからプレゼンターに戻りましてこの 終わってから答論になりますね。答論がえっ、ー、とね一回につき基本問題十五問、えー、事例問題十五問十問って書いてありますね。これだからね一回が本試験の半分分なんですよ。一回が基本三十問、事例二十問になってます。十事例で二十問になってますから半分でそのあのハーフのまあ討論を二回やるっていう形になりますね。で。 えーとですね、演習時間が75分演習時間は結局自分でやることになり、えー、解説講義が90分という形になっています、ねえーとこの。じゃあまた下の答弁を見ていくとここハーフサイズの問題演習を、えー、解説講義で効果的に知識を定着。だから、あのー、実際の問題は自分で解いてもらうんですがね、えー、と解説講義が、えー、この講座ではまずオリジナルの予想問題50問。 基本問題 15×2 事例問題10問 ×2 だからハーフサイズのの模擬試験みたいのを2回やるようなな形になりますでその後解説講義90分2回を受講していただきますという形になってますのでね。はい、えー、という形になります、ね、あのできればね後でちょっと受講形態をやるんですけど生で来てもらうのが一番いいんですけれども地方の方とか、まあ、お忙しい方っていうのはどうしても 決まった時間にはその会場には行けませんので、でもあのそれにもちゃんと対応できるようにあの通信がありますから、あの別に通信でもねあの構わないと思います。それにあの生講義で申し込めば必ず通信はあのついている形になりますのでね、えー、まあ、もうね生に行くつもりがないというんであればもう通信でもいいと思うんですけれどもあのー。 受講形態は自分でで選んでくれて構いません、ね、だからで通信だからっつって受からないっていうわけでもないですあのそれで受かってる人いっぱいいますからね、あのー、どうしても忙しければ都合のいい時間帯に、えー、生に行けないっていうのもありますただね生で受けてる人は会場に行くこともできますけど通信でもついてますからその前に予習復習もできるっていう、えー、形も取れますよね。はい、えー、ということで、まあ、その辺はちょっと後でまた詳しく、えー、こ,のプレこのプレゼンターというかプレゼンター これを見ながら言っていいきたいと思うんですけどで次のページに、ね、どんなものがあるかっていうと今度は、えー、ちょっと教材関係を見ていきたいんですけどもこれねレックに行くとね6ページにこういうのがあって、えー、とこれがね「講義的ですよ」っていうのがあって「図解資料ですよ」って「中こんな感じですよ」って書いてあるんですけどこれズ,ズ,ームズームインしていくとね,あのねズームしていくと。 えと講義テストはこんな感じで中に図解がいっぱいありますよっていうふうにこういうの載ってますよね。で、えー、とこちらが図解資料でいろんな事例問題を解くときに、えー、こういうふうに事例がありますよこういう図例やっていくんですね。なかなか見えないですけどね。でこれね今ちょっと現物持ってるんで、えー、とこのテキストはこうです。けどねこれが、えーに 2018年10月検定の時のを今ね見てるんですけどえとこれはね大野先生っていう先生生いうがまあ作ってくれてるんですねあの後でえと写真もご紹介しますけれどもねでさっき図解がいっぱい載ってるって言いましたけどもこう見ていくとね表とこういう暗記するものを表でまとめてくれてで図解なんかはじゃあどこかなっていうと。 ごめんなさいちょ今ちょうどねここと同じとこ今探そうと思うんですけど最初の方に載ってるんですけどねはい7ページですね、えー、さっき言ったようにね今日本国内に住んでいれば二十歳以上は全員国民年金に加入してえー、とあの勤め人の人たちは、えー、厚生年金に 上乗せで加入して、だから将来はこれとこれがおられますよって、こういったさっき私の言ったことを。まあ二階建てで、こう、あ、二階建て、二階建ての駅なの、こういうのを図解で。示してくれてますね。で、まあ。これはちょっと講義してみないと、わからないと思うんですけどもね。<laughs> あの、こういう図解で説明するようになっていますね。はい、えー、それでね、えっ、ー、と、今度は。まあ、このテキスト自体にも、あのー、今みたいに図解が載っているのと。 えあとね図解資料っていうのがありましてこの事例問題を解いていく上でまあテキストに書いてあるこの人いつからいつまで何やってた人したとかねえそういうことをまああの自分で読み解いていかなきゃいけないんですけどこれをまず最初のやるときはあこの人会社員になって厚生年期に84ヶ月でこの年に この84ヶ月というのはまあまあ大体あのてあの問題には書いてないんですけれども自分で計算するんですね。計算の仕方とっていうのも教えるしじゃあ,あ59年4月から今度は自営業になって納付済みがどのくらいか保険料納付した月数で国民年金の金額が決まりますので,、ね、であのちょっと苦しい時期にはこう免除もあったよっていうふうな形だとね。で じゃあ、全額免除ってね、あの年金の世界では免除っていう、国民年金では免除があるんですけども。将来の年金ね、計算するときに、この免除期間って。金額出すときに、全然反映しないわけじゃないんですよ。これ半分払ったことになって、あのー。返ってくるんですね。だからその。半分払ったことになるのか、ならないのかっていうのが平成何年かでちょっと違ったりもするんですよね。だから、あのー。そういったのをここで、こう計算していくような。 形を取っていきます。で、これはまあ、あのー、老齢基礎年金というのは国民年金の側の年金なんですけども、も、えー、これがいくらかっていうのをあの問題なんですね。で、こういった図解なんかを使っていきます。まあ、あのー、逆に言っちゃうと、こういうもん図解もありますよね。在職、老齢年金っていうね。えー、やつでえー、まあ、とにかく図があるよ。ってことでね。ここを今詳しいことをここでねえ、講義したところで。 まあ、まあまあ分からないとは思いますのでそういったことを説明していきます。まあ今のそれがね今ねこのプレゼンターでね今これと同じやつを拡大して言ったつもりなんですけどねこれレックのとこ行けば、まあ、パーフェクト見ればこれはちゃんと見えますのでねはいであとは「トレンなんかもありますよ」ということがこの下に書いてありますけれどもまあレンのね問題が これがまあ本試験と同じような問題と答練を解くための解説のための図解資料がこうありますよということがありますけどね。はいえー、でね今ねちょっと、あのーまあ、出てきたので、あのー、年金の仕組みがどうなってるかっていうところを、まあ、簡単にね最初どんな話をするのかっていうのがあるんですけど例えばねこ,う、まあ、これ私が書いたんですけど年金の歴史っていうのがあって。 最初のもう、まあ、本当に簡単にしか言いませんよ。年金ができたのが、えー、昭和の十五年で、せん保険ってとこからスタートしたんですね。で、これがあのー、日本の中でせんさんそれまで年金ってなかったんですよ。あるのは公務員さんとかあのー、兵隊さんのまあ軍事恩給って言って保険料払わなくてももらえちゃうやつだったんですね。で、これが、えー、戦争中になってあのー、まあ十五年って戦時下じゃないですか。まあね。そしたら あの船員さんっていうのがね船員さんっていうのは日本ではすごい重宝だった重宝が国としてみればねじゃあその人たちの、えー、社会保障制度を作ろうということで年金と、まあ、健康保険と同じような医療、ね、に関してとか、まあ、労災と同じように仕事中に怪我した場合とかね行方不明になったら家族にも手当が出るとかね そういった繊維保険という総合型の保険を作ってこの中に年金があったんですよで、それから昭和の17年に工場で働く男子の労働者のための労働者年金保険法というのができてこれが19年に女性も一般の働く人たちを全員含めて厚生年金に変わったんですねところがコロナ後戦争に負けましてよくよく考えてみたら自営業者とかの年金がないという話になったんです で日本も昭和の30年ぐらいになると戦後からこう復興してい,きますよ、ね、でいろんな工場とかができるんで今まではその自営業者や農業者はまあ将来の年金というのはなくてもまあ定年退職もないし、えー、自分のね息子さんとかがついてくれるんでよかったんですがみんなが工場とか勤めるようになると農村でえ老人が残されたりとかっていうのもあるし。 まあ自営業者もねあとの次がいない中自分がロゴもやっていく中でやっぱり社会保障っていうのが必要だったってことでまあそれでえ34年11月にまあ国民年金っていってね保険料をもらって自営業者からからもらってまあ将来の年金を出してやろうっていうのをねえまあ考え始めたんだけどまずその前にちょっとね国民にアピールするために。 福祉年金無教室の福祉年金って言ってとりあえず自営業者さん70とか、まあ、ある程度一定年齢超えたらじゃあ年金出しましょうその時障害の人に年金出しましょうっていう無教室型の年金を始めて36年4月から、まあ、結局保険料を徴収する、あのー、システムが出来上がってなかったんで最初は徴収職員が農村とか自営業者の家に取り入ってましたからねそれが始まったのがこれです。 教室型の国民年金ができたのでそうすると、えー、日本に住んでいればみんな何らかの年金に加入できる形になったのが36年年月国民,、ね、国民会年金、ね、ここがすすごい大事なんですところがですねえー、とやっぱりどうしてもね自営業者とかあの農業の人っていうのは保険料が一定の定額料金でしか取れないんですよ。 会社員さんって給料をもらってますから給料が高ければそれに応じて保険料も高く取れるんですね。だ厚生年金とか繊維保険とかもう公務員の共済年金も出来上がってましたからここってやっぱ財政基盤が、あのー、結構しっかりしてるんですけども自営業者さん 給料なないいじゃでですすかか自分の向けですから <laughs>、ね、とどうしてもねあの保険料が人によって変えることができないんで定額の料金でしか一定額ね1万いくらとかっていうねそれしか取れないんでどうしても財政基盤が弱いんですよね。ということで国民年金せっかく作ったのに潰れてしまうということでみんなが、えー、国民年金に加入してることにしようっていうこれが基礎年金制度、ね。それがさっき言いましたここですみんな国民年金の 被保険者っていうのを六十一年四月から三つに分けたんです一号二号三号って分けて自営業者や農業者や勤め人じゃない人たちが一号被保険者この人たちは保険料の納付義務者という形で納付所で自分で、えー、保険料を払ってでもらえる年金が老齢の基礎年金という年金がもらえるんですね基礎年金が結局国民年金ですみんな国民年金になったからで えー、会社員公務員や私立学校の教職員の人たち当時はね本当は公務員は共済だったんですけど今こういう形になっちゃったんで、えー、要するに、あのー、この人たちを国民年金第2号被保険者ですね。で、えー、国民年金にも加入しているし厚生年金にも加入している。と最初はこうあの公務員さんは共済年金にも加入してるんですよね。両方に加入しているから 将来もらえるのが老齢の基礎年金という国民年金と老齢の厚生年金ですよとで3号の専業主婦の人は今まで何にも加入してなくてえー、と、まあ、あの36年4月で国民皆年金の段階で専業主婦さんも加入できる形は取ってたんですけど任意加入だからね、まあ、してない人が多かったんですよね。この人も、えー、専業主婦って,言って旦那さんが 会社員とかの2号被保険者だった場合は、えー、それに扶養されてる専業主婦の方は二十歳から60歳になるまでは一応国民年金の3号の被保険者にしましたで保険料も払わなくていい払ったことにしてくれたんです、ね、それは旦那さんがね厚生年金の保険料を払ってるから。でこの人たちとこの人たちはなぜかというと厚生年金の保険料を2号さんが払っていまして。 これを収めているのが政府とか共済組合が集まった厚生年金の保険料からこことここに必要なものを流してくれてるんですね。なので2号さん3号さんは自分たちで国民年金の保険料払ってないんですけど、まあ、払ったことにしてくれるでこれがの後で出てくる納付済み期間です。で結果的に会社員公務員の人は国民年金の基礎年金ももらえるし この厚生年金の保険料は給料に応じて取ってきますので結構高いんですねだから老齢厚生年金側ももらえる形になりますでこの人は結局何にも払ってないんですけどなんでこう払ったことにしてくれて老齢の年金もらえるのかというと2号さんは働いていて外で働いていて私は家で働いてましただから2号さんが稼いだお金は半分私が働いたんですとまあ、こういう考え方ですね ということです。まういうふうな仕組みがあるんでこれをねもうちょっとあの年金の仕組み講座とか、えー、本編で今触りだからこんな話があるんだよぐらいでいいですからねもうちょっとわかるように、ねあのー、もうちょっとゆっくりと、えー、教えていきます、ね。でまあ今言ったのがね結局はあのさっきのテキストに見た図にも載っているんですけれどもね、あのー、あ今と言ったなんかこれを見るとね みんな国民年金もらって上乗せで厚生年金ですよとかねこういう形ですねはいえっ、ー、と一号さんは、えー、自分で保険料払ってますけど二、えー、号さんはサラリーマンは自分で払ってないけど会社から厚生年金額からこっちに回ってますよとかねこんな話をしてきますね今は分かんなくていいですねこうね映像もそんなにはっ,き、ね、はっきり見えないでしょうしねはいえっ、ー、とまああのー、言いたかったのは そういうことがこういったテキストにちゃんと載っているのとさっきの、えー、歴史とともに年金の仕組みっていうのを最初に学ぶことが歴史の変遷の中で、えー、そういう仕組みが変わっていくので最初にここを大雑把に、えー、やっていく今のはもっと大雑把にやりましたけどねそれはもうちょっと分かりやすくもうちょっとゆっくりここで教えていきますので、ね、それをやってから本編に入っていくっていう形になります。本編ではその、ね、インプットだけじゃなくて えー、計算問題とか事例問題をちゃんと解いていくっていうね、えー、こともやっていきますから、えーまあ、解いて解いたのを解説していくっていうねさっきの図解資料を使ってやっていくっていうのもします。はいえー、とそれではですね、えー、とじゃあ最後に受講形態とか、えー、をやっていきますがここを見てください。まあ、10%割引とかいろいろあります。7月31日までで、まあ、値段よりも 値段パンフレット見れば載ってますので通学と通信っていう形があり通学であっても必ずウェーブフォローか DVD フォローがついてるって形になりますね。でそれ値段は変わらない逆に言っちゃえばまあ通学で来てるんだけど休んだ時はウェーブフォローで見れるってことだし通学で来てれば全部通学で来たり全部フォローつ,くつけるってこともでき家でも,もう一回復習もできるってことですね。はい、でこののお値段の違いが ああ DVD だとちょっと高くなるって形ですねはい、えーまあ、2万7900円と3万1500円の違いだということですねこれがね、えー、と7月31日までの価格ですねであとは値段だけの話ですから8月1日から9月10日だったら5%割引になりますよっていうこととまあそれ以降を過ぎてしまいますと3く1,000と3万5,000になります ただもうここってね、あのー、申し込み期限ももうもう,もう危ないような時期になってきますから申し込みするんだったらここまではしてほしいなっていうふうに思いますね。であとねえー、っと5,000円割引券とか、まあ、社労使受験者割引とかレック社労コース生とか FP 受験生とかねこういうのが5,000円割引とかもありますから、まあ、こちらの方は、えー、インターネットやレックのね、えー、まあ本校に行きまして、えー、ご相談くださいね。 まあ、早い方が得ですよっていうのと受講形態が通学と通信がありますけど通学でも通信は見れますよとそういうことですね。はい、であとは、えー、と最後の方なんですけれども、えー、ここを見てください。えー、とここに選べる三つのスタイルって書いてありますね。だから 通信 A、えー、と通信ウェーブと通信 DVD と通学クラスでも通学にはさっき言ったように通信もついてますねえー、ここが、えー、大事なところなんですけれどもねはいだからご注意としてはじゃ通学しますよっつっても結局通学はあのー、大阪と東京しかやってないのでねあのー まあここに来れないんだったら通信の方がいいだけの方がいいかなってなります。で、まあ、ここに来れる人は同じ値段で通学と通信もできるんですけどね。はい、でえー、っとですね通学クラスに参加される方はお手元にお届けした、えー、教材、えー、電卓筆記用語を必ずご持参くださいって持ってきてくれないとちょっと困りますからね <laughs> あの基本貸し出しはしませんのでねという形になりますね。 はい、えー、で、えっ、ー、とですね、こっちを見てくれると、ウェーブクラスの場合は大野先生と、えー、私早川の、えー、両方の受講が可能になります。あの D V D ダメですよ。あのウェーブだけですよ。ね。であと通学の人もウェーブフォローで頼めば。 え大野先生と私の、えー、まあ両方で受講可能になります。あの通学で両方は無理ですからね水道橋来たんですけど大野先生いませんかって言われても無理だし私も梅田本校まではちょっと行けませんので東京に住んでますからね。<laughs> はいまあ、当たり前ですよねということで、ね、このスケジュールが書いてあるんですけど例えば生講義は、えー、9月の8日に始まるんですね私の方はね。で大野先生のは9月3日に始まるんですけれども。 えーとウェブの方はもうあの申し込み期限も結構早いことだしあの年金の仕組み講座も7月29日、ね、私であれば見れますし3級、えー、の合格講座は、えー、とウェブ配信が八月二十六になります、ねえー、と DVD の発送もその同じですね3級等連は九月二十四日ですね、えーウェブあのー、DVD 発送日も一緒かなといううなります、えー、と大野先生の方がこちらですね はい小野先生の方の予定が年金の仕組みが7月29日だからこれ多分私と一緒だと思いますね。でえー、っと、あのー、ウェブの方がこちらの方になってますね、えー、っと9月の、まあ、1回1回17202427っていうふうに、えー、こういうふうになってます。えー、っと DVD だと発送はちょっとこれになってしまいますね、あのー。教材発送あこれ教材発送日ですごめんなさいね。 DVD だと発送がこういうふうに2回に分かれている形になります、ね。ここのどこずっとよく分からなかったら視点でお聞きになるかにしてくださいね。当年はこういう形になってますね。はい。だからウェーブで申し込めばあのー、両方見れますので、あのー、例えばあのー、ここが大野先生9月10日ですけど、もう私の8月26日で見れますから、あのやっぱおすすめはウェーブであの両方の先生見た方がいいと思いますね。あのー まあアプローチの仕方も違うんですけどえ2人見てると同じことは言ってるんですけれども自分の年金への関わり方でアプローチが違ってそれがまあ両方もいいと思うんですよね僕としてはね。あのーはい、でえー、と、まあ、ウェブだとそれができませんからね、あのー、なるべくあウェブじゃない DVD だとできないんでなるべくウェブの方がいいかなと思います。でえー、と関東は私が生講義担当しまして水道橋本校で。 えこの予定です、えー、9月8日9月15日9月21日で二、えー、コマずつ二時間半ずつね10時からと1時半からずつやります、えー、当連の方は、えー、こちらです当連だけどこれ解説だけですのでまあ家で解いてきてもらってここで私が解説する形になりますねで、えー、とこちらの方の大野先生の方が えーと合格講座が、えー、梅田駅前本校というところで、えー、火曜と金曜の夕方ですねだから平日ね、あのー、関西の方で、えー、大阪に住んでる方で平日会社終わってからっていうのはこういう平日クラスがいいと思うんですよね。で、えー、3日6日10日1三十7 2 0っていうふうな形になっていきますよね。はい、で7時から9時半まで,でこちらの方が。 あのー、当連解説が8日と11日ですねで7時から8時半という形になっていますね。はいえーまあ、こういう形、えー、ですけれども、はいえーでまあ、今言いましたようにあれ私がこれですねで大野先生が、ね、この年金アドバイザーの、えー、教材も全部作っていただいてますし企画も全部やっていただいてますし。 まあ、あのトーレも作っていただいてるっていうね方ですから、ね、あのやっぱ両方の先生を見て学んだ方がいいので私はウェブを通学でもフォローはウェブを取った方がいいのかなっていうふうに思いますね。でねやっぱりあの遠くの方はねどうしても来れないのであの通信でしかないと思うんですけれども通信でもねあのちゃんと身につけれるように私たち あのちゃんと抗議していきたいと思います。ただね、あの東京の方は会場に来ていただくとやっぱりこう臨場感がちょっと違いますので、やってることは一緒なんですけれども、あの臨場感がちょっと違うっていうのとね、あの自分の意識的にもあのー、まあ来ることによって自分のモチベーションを上げていくっていうのがありますのでね。はい。えー、でもね、あの必ずしも生じゃなく受からない講座じゃないです。あのちゃんとウェブで聞いたり DVD で聞いてくれたりでもいいですね。できれば東京だと。 東京大阪だと生で申し込んで両方でちゃんと勉強してほしいなと。で予習してきて講義を聞いて復習するって形をとってほしいなと思いますね。はいえー、それではじゃあそろそろお時間になりましたので、えー、これであの説明を終わりたいと思いますけれども是非、えー、ご受講の方を待っていますので、えー、よろしくお願いいたします。それではは本日ごご清聴ありがとううざいましたどうも